はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書2章のテスト対策やっていきます。で、まず1回ね、ここで動画を止めていただいてチャレンジしてほしいんですが、今回は計算問題6問ですので、ぜひストップウォッチとかを使ってもらって早く正確に解くっていう、スピードをね、ちょっと重視でやってみてください。で、やってもらった後にちょっとね、不安なのとか分かんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。まあ、若干ね、やっぱ計算ミスしやすい形の問題を多めに入れてあります。で、まず1番は、カッコの前にこっちは数字がくっついてる。2があるので、2をカッコの中に掛け算で配ります。で、掛け算で配るから、2、3が6で 6x。2×2。で、こっちはマイナスだから、マイナス4です。カッコの前にマイナスがあるとき、これはマイナス1を配るっていう発想でいいんですが、もっと簡単に覚えるんだったら、マイナスを掛け算すると符号が変わります。数字は変わんないです。1だから、配ったのは。だから、中身の符号、マイナスっていうのを両方プラスに変える。5x プラス7。よいしょ。で、あとは x 同士、数同士。これをね、計算する。で、6x と 5x なので、足すと 11x。マイナス4とプラス7なんで、プラス3となって、これで終了です。間違ってもこれ、14x とかにしないように気をつけましょう。で、次は、カッコの前が分数っていうね、もう分数嫌いな人にとってはやめてって感じですけど、まず最初のマイナス 5x は何もないので、まず書いておきます。で、さっきも言ったように、掛け算で配ります。いいね。だから3分の 2×9x。まず3分の2と9をかけるっていうイメージ。暗算でできる方はぜひ暗算で。で、分数がちょっと不安だなって方は、どっか隅に筆算書きましょう。筆算じゃねえや。計算書きましょう。で、こうなって、まあ9は1分の9です。だから、こう約分する。で、3。下は1だから無視。上が 2×3 だから6になるから、プラス 6x と。こうなります。で、後ろも同じ。3分の2を6にかけるので、3分の2かける6。まあ、1分の6だね。約分して、2。2かける2だから、プラス 4y と。で、x 同士は計算できるから、マイナス5とプラス6で1です。で、間違っても 1x で書かない。x の前の1は、文字の前の1は書かないから、x。で、あとプラス 4y。x と y はね、足し算はできないので、これで終了です。で、次。まあ、これですね。よく出てくる形です。で、マイナス12かける2分の x マイナス、2分の x マイナス3。で、これはですね、ここが1分のって考えて、約分しちゃってください。こうやって。そうするとマイナス6ですね。ここね。2で約分すると。で、下は1と1になるので、もう消えます。無視です。で、大事なことは、マイナス6ありますよね。で、一応かける、ワード書きましょうか。かける、今、x マイナス3が、下が1になったことによって、分数じゃなくなります。まあ、書かなくてよくなりますよね。で、自分がよく言うのは、分数の棒から落ちてきたとき、必ず、カッコをつけてください。こうやって。つまり、これ書き直すと、かけるいらないんだよね。カッコの前だから、こうなる。マイナス6って。ちょっと隙間があってごめんね。で、こうなったら、カッコの前の数字は配るんでしょ？さっきみたいに。掛け算で。だから、マイナス6を配って、マイナス 6x、マイナス6かけるマイナス3だから、マイナス同士の掛け算は、プラス18となって、これで終了です。分数の棒から落ちてきたら、カッコをつける。それをつけないと、ただかけて、マイナス 6x マイナス3って書いちゃうんですよ。で、×を食らっちゃうので、そこ気をつけてください。で、次です。これも上とちょっと似てますね。まずこの x はそのまんま。プラス4分の1。この4分の1を配ります。で、まず4分の1と x なんで、これは約分ができないから、そのまま4分の 1x って書きます。で、後ろは4分の1。かける、ちょっとマイナス無視してるよね。あとで書く。20ってやって、約分すると5だよね。で、マイナスがあるから、ここ、マイナス5になる。で、
x 同士は計算しなきゃいけない。だから x たす4分の 1x をします。で、これなんですが、x の前には1が隠れてますよね。もし、どこがいいかな、ここ 6x と 5x をさ足すんだったら、6たす5で 11x でしょ。じゃあ 1x とプラス4分の 1x って考えれば、当然1たす4分の1をすればいいよね。で、これは小学校でやってますもん、分数の足し算ね。足すためには通分しなきゃいけない。で、下が4だからこっちも4分の2したい。1分のっていうのは、下を4にするんだったら上も4です。4分の4、5分の5、6分の6、これは全部1です。で、下を足してやると、下は4のまま、上は4たす1で5となるので、こっちでいっか、この2つ足すと4分の 5x で、マイナス5はそのまま書けばいいから、これで終了です。で、次ですね。まあ、これはもう絶対出てくるって言ってもいい、このタイプの問題、分数引く分数っていう。もちろん足すの時もあるんですが、引くの方が圧倒的に多いです。計算ミス誘えるからね。で、この問題やり方は、あとね、丁寧に書く方法もあるんですけど、自分は書く量を増やせば増やすほど、もちろん丁寧にはなるんですが、時間がかかるのと、やっぱり書いた量が増えると若干書きミスが起こる可能性も出てくるので、必要最小限で書きたいなというタイプなのね。だからみんなにとっては、いや、もうちょっとちょっと具体的に書いてほしいと思うかもしれないんですけど、まあ、ちょっと参考にしてください、ぜひ。で、まずやることは3と2です。通分するから6になります、3と2は。で、一個ずつ書くのではなくって、自分はもう長い分数にしちゃいます。グイーンって伸ばして、6分のって。で、ここは、一回丁寧に書きます。丁寧に書いた後に書き直すけど。で、こっちね、左側。6にするためには、3に2をかけてますよね。6にするから。ってことは、上にも2をかけるんで、ちゃんと書くんだったら、4x-y に2をかけてるんだって、こう書くんです。でも、できれば、これも書きたくない。俺はね。どうするって。2をかけるって分かってるんだから、じゃあ 4x に2をかけて、暗算で 8x-2y にしちゃおうよって。で、こっち側。3かけますよね。だから同じように3かけたいんですけど、ここで引っ掛けなの。こいつが生きてくる。ここにマイナスがいた場合、3をかけるんじゃなくって、-3をかけてください。なぜなら、さっきみたいに書くと、こうなるの。ちゃんと書くんだったらね。で、ここでミスが出る。-3を配るんです。だから、配るから、-9x。で、-同士だから、+6y と、こうなります。で、もちろん、x 同士、y 同士、計算しなきゃいけないので、6分の 8x と -9x で -x。-2y と +6y で +4y となって、これで終了となります。これを、例えば -6 分の 1x プラス分けて、こっちあるか約分できるから3分の 2y とかっていう書き方ではもちろん OK だからね。やり方によってはこっちがゴールに行く方もいると思いますんで、ただ自分はね、このやり方が好きなんでこう書いちゃうんですけど。で、こうなった時に、この6と4、ここで約分禁止だからね。ここで3と2にしたら×くらいます。この形、例えば、10分の、10、いいね。じゃあ 2x-6y ってなった時、この3、トントントンって三角形みたいなね。3つある時ね、パーツが。なってる時に、3箇所全部一気に約分できるとき、自分同時約分って呼んじゃうんですけど、これのことは OK なの。全部2で割れるから5でしょ、これ1になるの係数、ここ3、つまり5分の x-3y、 これは OK なんです。でも、この2箇所だけっていうのは NG。 もちろんこっちの2箇所だけも NG です。で、これ気をつけてね、それでミスしちゃうともったいないからね。で、最後で、これは、まあ、こっちを自分は1分のって、こうしてしまって、同じようにやってしまいます。下が1と3だから、3に通分する。で、さっきと同じように、長い分数の棒を書いて3。で、こっち、3かければいいから、
3x 後ろにも3かけてマイナス 9y で、右側ね、右側は3のまんまだから、おっし、そのまま書いちゃおうぜ。あ、 OK、 マイナスあるじゃん。じゃあそのまんまマイナス 2x ね、マイナス 2x プラス5って書いちゃえよって言ってミスをするっていう、まあもう完全に先生が誘ってるんだけど、このミスをね。で、これもさっきと同じで、これマイナスありますよね。マイナスをこう配るんです。こうなってんの、形としては。だから 2x にもマイナス配るんですけど、プラス5にも配るから、ここが変わるのね。これ気をつけてね。で、こうなってよいしょ、入ってるかな。このね、最後の問題は、あの、視聴者の方からもらった、まあ、実際の先生が出した問題らしいんですけど、ちょっと珍しいんですよね、これ。何かっていうと、これ Y くっついてること、Y くっついてないんですよ。で、多分、聞いてる感じだと、なんか、結構ひねくれた先生らしくって、まあ、ミスを誘ってるらしいんですけど、一応ね、X 同士、こう、計算して、3X とマイナス 2X だから X。で、マイナス 9Y。まあ、これはそのまんまね。こいつしかないから、こう。で、マイナス5もこのまんま。書いて、これで終了となります。だいたい Y くっつくんですけどね。X 同士、Y 同士で計算するんですが、まあこんな先生も全国にいらっしゃいますんで、もしね、あの、テストとか問題集とかめっちゃやってると、もう XY で来るだろうって思うんですけど、まあたまにこういうのもあるらしいんで、まあ気をつけてみてください。まあ基本的にはやり方の部分をぜひね、覚えてもらえたらと思います。では、今回は中学校1年生教科書2章のテスト対策やらせていただきました。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では引き続きテスト対策ね、取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。